はい、今回はですね、曲がってしまった DVD や CD を、プレスしてですね、平らに戻して再びパソコンや CD のプレイヤーなんかで読み込めるようにするという手順をですね、ご案内したいと思います。で、今回はですね、割れてしまってひびが入ったとか欠けてしまったとか、そういう DVD や CD はですね、ちょっと復旧方法は知らないし、自分はできないんですけれども、例えば何かしらどっか変な場所に置いてしまったとか、ちょっとなんかこう、時間が経って歪んでしまったとか、こう割れてはいないんだけど、なんかこう何か、ね、波打ってしまって、うまくパソコンやプレイヤーで読み込めないといった、そういう CD や DVD であればですね、実際にここを半年置いてみて、その曲がったものを直して、パソコンで読めなかったのを再び読み込めるようにしたっていう経験があるんですけれども、これ自分で落書きとか、なんかいろんな字書いたりしたのに使ったノートなんですけども、だいたいノートを10、20、30、40冊ぐらいとですね、あと本をちょっと積んで、でこれはですね、直射日光は当たらない場所なんですね。部屋のこう、何ですかね、冷暗所ではないですけど、直射日光の当たらないところで、そんなにこう、温度も、関東あたりなら、そんなに凍りつくほど寒くもないというぐらいの、春夏秋冬を経過するというね、それぐらいの、日本の普通の平均気温ぐらいなんですけども、そこにですね、ここの一番下のこのノートのさらに下のラインですね、ここは棚になっていて平らなんですよ、この下の白い部分は。でそこにこう上からずーんとですね、こうノートの重さ、これ結構紙はやっぱこんぐらいいくと重くなるんですね、ここに置いたままで半年間ぐらいこうずっと下にですね、その CD とか DVD 曲がって読めなくなったものを1枚紙のケースに入れてですね、3枚ぐらい同時でもいいです。でそれで平らになるように置いといてください。そうするとですね、半年後にこの封印を解いてですね、 CD や DVD をまた再びパソコンやプレイヤーなんかに読み込むときに平らになってるんですよ。ちょうどですね、微妙な気温の上下があって、それがですね、CD、DVD をこうずっとプレスしている中で、こう平らなですね、平らになるように圧力としてちょうどよくかかって、でその歪みが治るんですね。でこれで、本やノート、これぐらいですね、数十、30センチ以上あると思う、40センチぐらい積んで、こう真下にプレスする圧力を半年間ずーっとかけ続ける。で、下は平らな棚とかにしておくと。これでですね、曲がっちゃった DVD や歪んだ CD なんかは、再び読み込めるようになるということですね。他にもドライヤーかなんかでやる手段もあったようですけども、ちょっと熱を強くかけるのは怖いななんて、ね、すぐに読めなくてもいい、時間がちょっとかかっても、とにかく確実に読み込めるように再び直したいなんていう時は、こういうやり方もですね、一つ、絶対うまくいくかどうかわからないですけども、自分はうまくいったんで、そのままね、もう永遠に読めなくなってしまうよりは一回チャンスがあるかなという感じですね。はい。以上。CD や DVD が曲がってしまって読み込めなくなった時の、最後の最後の手段ですね、でございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。